してきてほしいって言うんでしょ。ありがと諦めたら？そういうわけにもいかないみたい。みんな今夜受け取りに来る。つまりエネルギーの使用量が増えればいいんだよね。それはそうだけど、何かいい方法があるの？お願いしてみよう。誰に言えばいいのかな。多分バドコック先生だと思う。よし、それじゃあ行ってくる。
わけで、今日のエネルギー使用量を増やしてほしいんです。無理です。でもこのままじゃ困るのは先生たちも一緒ですよ。そこはなんとかやりくりするように言っておいてください。そんな無茶な。それならあなたが洗濯を人力でやればどうですか。確か前にも経験があるでしょう。なんとかしてみます。ダメだったよ。どうしよう。やっぱり妖精さんと相談してたんだけど、魔石でどうにかなるかもしれない。え、魔石で？うん、魔石は微量だけど魔導石と同じエネルギーを含んでるから。何個くらいあればいいのかな。あればあるだけいいみたいだけど、もし余ってる分があるならそこのゴブリン用務員さんに渡してあげて。魔石持って、また隠しておくから、気が向いたら探す。これそれを見つける。そうよ、景品がある。Thank you.
ら、アッコ、このモップのヘッド部分がダメになっている。バケツを直したと思ったら、え？あ、いえ、こっちの話です。これを修復魔法で。え、そうよ。トルードタルマーレ、せっかく魔法、ここはしょ、ソーサムティディアーレ、これでいいですか？ええ、ちゃんとな、今の感覚を忘、今の感、調べるために走り回ってたから今更だけど、周りの森も学校の敷地だし、これだけ広いと何から調べ、せめて近道とかある。近道とは少し違うけど、精霊さんの近、え、本当？ほら、ホロロギウムの間に記憶水晶玉、あの水晶玉についてる精霊更新魔法をかけた記憶水晶玉の元には移動魔法、へえ、そうなんだ。じゃあ見つけたら更新魔法かけてみる。いいことを聞いたぜ。思った？あたしも校内を歩き回るのめんどくせえと思ってたんだ。そんな便利な魔法、え、でも精霊さんの力を使うから更新魔法をかけた人じゃないと。な、そうなのか。なんだよ、せっかく手に入れたこれが役立つと思ったのに。わ、何？ほら、一回使って見せてくれよ。大丈夫かな。大丈夫、精霊さんを信じて。Thank you.
ドルードタルマーレ。ダイアナ、古代ドラゴン語を教えて。何ですか、ヤブカラボーネ。ちょっと古代ドラゴン語を読みたい気分なの。ひょっとして何か時間を正常に戻すヒント。え、ああ、あなたが古代ドラゴン語を覚えるより私が読んだ方が早いと思いますわ。あ、それはその、ダイアナがわざわざ読む必要がないって。仕方ありませんね。そうではありません。何度言えばわかるのですか。ダイアナの教え方が下手なんでしょう。スーシー聞いてよ、古代ドラゴン語教えてもらってるんだけど、ダイアナって教え方。あなたこそどうして教えたことを次から次へと忘れていけるのですか。カッコがまともに勉強しても古代ドラゴン語なんて覚えられるわけないでしょ。そうだそうだ。え、カッコには体で覚えさせるのが一番手っ取り早いよ。何かいい方法があるの。ミニドラゴンの牙を煎じて飲めばいいのさ。そのような方法では一時的なものであり、身についた。あっこにはそれで十分でしょ。勝手になさい。ちょっと悪いことしたかな。そう。あ、それよりスーシー、本当にミニドラゴンの牙があれば古代ドラゴン語が読めるようになるの。ミニドラゴンの牙を10本くらい煎じて飲めば少しの間くらい読めるようになる。10本。やるときはやるんだから。頑張る。
りゃとりゃ。この程度の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 この遺跡ならルーナノバに戻っても魔法が使えるすっごいマジックアイテムが手に入っちゃったりするかも。うわえいやおねがいビオフェルトラーレとりゃケルカレグサイシャーレこれでも食らえyou
おって帰ろう、おって帰ろう。帰ろう、って帰ろう。最高。Watch out!
Thank you.